どうもピアキングです。今日はいろんなコースやっていきます。でまず始めるコース、ハードプラットフォームパワーゾゾスーパーマリオメーカー2ということでやっていきますやばい、何も喋ることがないかったやっていきますっていう風になっちゃったんだけど、まあこのコースはですねトロールコースじゃないと思うんですよ。ただスタート画面から見るにどうやって先に進むんだっていう見た目をしてますけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.92%。 そういや最近スタバでさ、なんとかなんとかなんとかラテっていうなんだけど何も伝わんねえ。なんとかなんとかなんとかなんてって言っても、それが美味しかったですって言っても何も伝わんねえよな。ごめん名前忘れちゃった。でこれはオンオフをすることによって先進める、これ進める、あー開幕トゲトゲよ。わかったわかった、右から行けっちゅうことかいや違うんだって。まあトゲトゲっていう言い方が可愛くても言い方が気持ち悪かったら意味ないですね。いやこれちょっと難しいな。オンオフをします。で右左からの右で、さっきバックが出てくるのは見えた。でこのオンオフしてバックを避けるっちゅうことか。で下にダーンこんな普通っぽいコースでね説教なんてあまりしたくないのよ。このドクロリフトに乗っていけっていうことなんじゃない。でリフトに乗る。でこっちも乗ります、乗ります。あだー初めてやるコースじゃないよ、めちゃめちゃ難しいよ。お前邪魔なんだってさっきから。落ち着けピオキング、敵キャラに切れても何の意味もないじゃないか。ここはたくさんのパックンが邪魔してくるっていうことなんだね。おそらくあの土管とか全て出てくるんじゃないのかなと思いますよ。ここはパックを避けるジャンプ、ここは簡単だな。で上の矢印のところに行けばいいっていうことなんじゃないの。さあ中間ポイントをくれ。あったね違う違う、早い、投げるかこんなの。あ、先の道会長っぽいわ。この扉入ったら右の扉に出るっぽいね。なんで初めから言ってくれよ。じゃあコインの通り行っていいのかい。ここはリート、この矢印の通り行っていいのかい。やばい、トロールコースのやりすぎでさ、矢印を信用していいのか分からなくなってちゃってるいやしていいはずだよ。何どうでだ。もうトロールコースやめろ。いやむずい、むずすぎるぜ。マリオワンダーとトロールコースのやりすぎで腕が鈍ってるんじゃないかなと思いますね。じゃあ三着コインの方に行って、あのブランコに捕まって左の方に行けばいいのか。いや違うんだって本当に。もうみんな心配して、だから僕はもう楽しくなってきましたよ。日本語ぐちゃぐちゃじゃねえか。いからな、ちゃんと練っていくよっと。さあここでジャンジャンプからな、ドアに入ればいいのかい。この先は中間なーに。説明文に中間ポイント2まであるみたいなこと書いてたから、まだまだ続くと思いますよっと。ここはしゃがんでおくのね。でオンオフしてしゃがむ。でもう一回来るのかい。もう一回来るね。でもう一回来るのかい。もう来ないみたいだ。多すぎだろそれは。あんなところから大量にテレサが出てくるなんてさ、ほぼトロールと一緒じゃんか。じゃあこれ早く左に行けっちゅうこと。あーこれで貫通できんのね、ちょっとの時間だけ。さあこれ中間ポイントに、ありがとうございます。でこれは一発で行くよ。ちょっと見てて、ガチでこっから一発でゴールまで目指して見せるから集中するよ。マリオっていうのはそんなに喋らなくてもいいゲームなんだ。だから見ててみんな、これを一発で言ったら高評価、そしてチャンネル登録お願いします。マジで集中していくからね。なかなかいい調子で先まで進めたんだけどな、ここまさか右下まで突っ込んでいくとか思わなかったって。右お気をかけ、これはもう終わりなんじゃない。さあこのコースを成敗したでござるよ。よっしゃいやすごく楽しかったです、ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、時間制限付きタイマーの取り手ということで、説明文にオンブロックを押したら急いでオフブロックを押そう、足場が崩れ落ちる前にって書いてるから、オンブロックを押したら急いでオフブロックを押さなきゃやられるっていうコースだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.62%。 久しぶりやるね、こういう急いで何かをしなきゃいけないようなコース。僕何回も言ってるかもしんないけど、こんな感じのコースめちゃめちゃ好きなんだよね。じゃあオンオフをした瞬間オフブロックを押さないとやられるっていうことだったんだけど、え、これどういうことなんだろうな。あ、あの鉄球を落としたらダメっていうことかな。なんか右上鉄球あるじゃん、一旦鉄球落としてみようか。
了解。これは面白いね。これオンオフをすることによって鉄球が下がる。これは面白いね。オンオフをすることによってさ、あの鉄球が下がるから、その鉄球が落ちるより早くオンオフをしなきゃいけないと。これありそうでないようなコースだよな。初めてするかもしんない。じゃあここでもオンオフで、今度は右下の鉄球に注目だよ。あの鉄球が落ちるより早く。間に合った。ギリギリで、次はどうすればいいんだろうな。鍵を持ってこっちに戻ってこいという感じか。だからこのタイミングでオンオフからな。ここでもオンオフ。ちょ、待て待て待て、オンオフだよ。もうオンオフがどっちをしなきゃいけないのか分からなくなるね。じゃあここもオンオフしてからの鍵ドアに入っていく。いや、これどっちのオンオフじゃないといけなかったんだろう。オンオフしてしまったけど、どっちでも良さそう。さあ、中間ポイント取れた。で、これは右側は多分何もないと思うけど、一旦調べておこうか。あー、やばい、やばないね。時間の無駄だった。すいませんね、皆さん。何もないとは分かってたんだけど、ちょっと調べたくなっちゃうね。で、これはオンオフをした瞬間右か。バブルが邪魔だけど一旦走っていこう。で、すぐオンオフ。もうここでオンオフしてチャ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 行っちゃおうか。で、またオンオフ。これそんなに難しくないようなコースだな。あ、ちょっと待って。少しずつ難しくなってきてるっていうのがいいね。ほら、バブルがさ、速いやついるじゃん、右上。あいつがさ、ちょっと厄介でマリオの動きをね、止められてしまうんだよな。いつのタイミングで行けばいいかなみたいな。で、今度は左の鉄球に注目。で、これは左でいいのかな。で、もう一回オンオフからの左に行く。で、ここも左、マジか。よっしゃ、危ねえ。マジで怖い、このコース。で、ここでオンオフして、左上どっち、どうしようか。なんでよ。今右側絶対間に合ったよな。これ左上なんだろう。左上ただ行きアップがあるだけ。あ、こっから行ったら行きやすいんじゃない。こっからオンオフをした瞬間、右側までジャンプ。いけるわけねえだろ。これね、何度かやって分かったんだけど、1回のジャンプミスも許されないコースだね。1回でもジャンプミスしちゃうじゃん。そしたら P スイッチが発動して絶対にやられちゃうんだよな。じゃあここはオンオフして、もうすぐにあのオフスイッチを叩いていくよ。よっしゃ。さあ、次はもっともっと難しくなってもいいんだよ。なんなんだいこれは。オンオフをしながら、あの左のボスを倒せっていうことかな。ちょっと待ってって、お前。これどうすんの。あ、一応これで防げるんだ。防げはするけど。分かった、ここで投げればいいんだ。どこに投げればいいんだろう。ここに投げればいいの。そしたら当たります。オッケーオッケー。これを何回か繰り返せばいいっていうことだね。まあ、そんなに難しいようなコースじゃないと思うんだけど。ちょっとお前、ちょっと出しすぎだよ。これさ、神のコーラ出すタイミングをマジでちょっとシビアだからさ。いや、もう当たってもいい、一回当たってもいいから、ここで当てていく、ちゃんとね。で、一回かぶっておこうか。かぶっておいて、もう一回オンオフ。これはもう絶対クリアできたんじゃない。あと一回でいいでしょ。っていうかさ、これ真ん中のパワーブロック、ここに置いておいたらやられないんじゃないかな。まあ、一旦試したい気持ちもあるけど。お前ちゃんと持ってってマリオ。ちょっと待ってんだー。はいやー。みんな、これ分かったことがあるわ。目とかぶんない方がいいかもしんない。かぶっておいたらさ、いや、かぶった方がいいのかな。かぶっちゃうとなんかメットが持ちにくくなっちゃうんだよな。だからかぶらない方が、多分こうやってメットを持ってすぐにね、投げる体操を取れるみたいな。で、あと一回、お前そんな邪魔なとこ来るんだって。さあ、あと一回だよ。くっ、よけられるか。フライン、この場所に逃げろ。やめてください。楽しませてくれるね。しかし、どっちが大魔王か分からせてやろうじゃないか。待て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 。何やってんの。やっぱかぶっていこう。かぶっておいた方がいいかもしんない。で、あと1回のところまで来てるんだよね。もうさ、かぶっておいたらこうやってね、普通に当たって無敵時間ができるから、その瞬間に投げる。これで簡単にクリアできちゃうんですね。さあ、これでゴールなんじゃないの。ビビらせやがって。絶対下に落ちたらやられると思うじゃんけ、あんなの。さあ、これでありがとうございます。いや、似たようなコースは結構あると思うんだけど、こういうパターンは初めてで、めちゃめちゃ斬新で楽しかったです。ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、本家より短いけどうざくなった1の1、進め部に初めての1の1コース。初見はご注意を。キランみたいな顔を違えてるんだけど、これさ、多分トロールコースだと思うんだよね。初見はご注意を、そしてうざくなったって書いてるから絶対トロールコースだと思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.54%。 まあ、どんなにうざくても僕はゲームでムカつくとかそんなことにはならない人間ですからね。
むしろうざすぎてもいいよ。それを望んでる自分もいるね。さあこの位置の位置はどんな位置の位置。この両使い口が、いかんいかん、さっきムカつくとかそんなことはならないって言ったばっかりじゃないか。隠しブロック多すぎないですか。このアテナブロックは何、この辺キノコか魚。ちょっとじゃん、うざくなったとか言ってますけど、こんくらいだったら僕は全然うざいともなんとも思わないで、むしろ全然大歓迎さ。ちょっと隠しブロックが多すぎてうざいとか思ってしまってる自分もいますけど、まあこの隠しブロックがないところだけを探せば全然先に進めるから、うざくともなんともないのさ。ここはどうやって行くんだい。あの下のクリボーを踏んでいけばいいのかい。一旦踏んでみようか。大丈夫、隠しブロックがないかな。うざい、うざすぎる、いい加減にしてくれ。さっきと言ってること全然違う。あ、ここら辺隠しブロックないのね。あ、この上から行けっちゅうことか。オッケーオッケー。そしてこの上も隠しブロックがある。あのクリームを一旦こっち側まで来させておこうか。そして右側に行っておいて、この辺やっぱりあるよな。だからこっから、待て、ここも走って渡ろうか。走って渡って、この上隠しブロックはあるね。いや、ありすぎだろ、待って。いや、しかも時間もねえのか、この上。よしよしよし、ここに隙間があるのはでかいよ。で、この上はいける、いけるね。で、こっから先も進めます。で、ここに隙間は、隙間ねえと上からいけないんだよな。あったあった。で、この上は隠しブロックない。もう一気に飛んじゃおうか。飛んじゃって右に進む。あ、やべ、これ隠しブロックある。モグラが出てきた。ちょっと待って、これ釣ったんじゃない。いや、これ右についていこうか。よし、そのまま行ってくれ。よし、ここら辺はない。アイテムとかは、アイテムとかないと思うんだよな、こういうトロールコースで。やっべ、これもう積んだんじゃないの。ちょっと待って、おい、やる、帰る、帰る。こっから右上の方に、ここに乗りたかったんよ。で、こっからどうするかだよな。下行ったらやられちゃうもんね。一旦踏んで右上行けるか。あ、このまんま行けばいいのか。いや、ここの隙間、隙間あるね。あそこの隙間に入るっちゅうことだったんじゃない。この辺もある、ここの隙間。オッケーオッケー。そしてこの辺は隙間あったね。で、右上に行こうか。でも怖え、ここ進むのがさ。で、このままジャンプして、この隙間、いや、きちん、これ2マス行けるかな。いや、一発マリオ名人を舐めるな。こんくらい行ってみせるさ。ここ、いや、ちょ、お前、かんだよ。だ、ここあるんじゃろ、絶対あるんじゃろ。あ、ないじゃろうね、ないじゃろうねとか言うわけわかんない日本語も出てきてますけど、これは上からしか行けないのかな。え、これも積んだパターンなのかな。左には行けないよ。こんなにクリボーがいたら絶対に行けないよ。今度こそ2マス飛びを成功させてみようじゃないか。みんなちょっと見てて、ガチで集中していいかな。いけると思わなかった。これ上からいけないのかな。え、これ上から、うわ、いけねえわ。ってことはこの辺に隙間があるんじゃない。あるね。そしてゴール前の階段、やべ、残り時間がねえよ。残り長いだ、お前、ちょっと長いって、時間が長い、長い、長すぎる。いい加減にせんか。よし、今度は結構時間余ったよ。残り60秒あればさすがにゴールできるんじゃない。確かこの辺に隙間があった。で、こっからどんどんチャンチャンチャンと行けばゴールができるんじゃないでしょうか。もう50秒もあれば絶対ゴールできると思うんだよな。っていうか隠しブロック多い。いや、これどこにゴールある。思いっきり右にジャンプしていいのかな。いや、もうジャンプする以外でもんだ。いや、左左、来ないじゃん、なんでよ。それは今日だった。やっと戻ってきたよ、みんな。これ右から10マス目のところらへんでしょ。どの辺だったっけ。もうこれ2回目で行ける自信がないんだよな。この雲を目印にしようか。左側の雲のところらへんで、どう。やったー。いやー、とてもうざくなった位置の位置でした。それでもすごく楽しかったです。どうもありがとうございました。たまにはね、こういう簡単なコースもやっていこうかなと思うんですよ。ということを言い訳にして、ネタ切れです。いや、このコースをね、どうにかしてやられることができないかなと考えてるんですけど、説明文に絶対に死ねないお城、アイモンレッドユダイを作りました。推しの子、誰推し？自分は有馬かなちゃんです。メムちゃん、
まあこのコースはですね絶対にやられないということで、でもさっき言った通りやられることを目標にしてやっていきたいと思います。そうしたら動画のタイトルとかにも絶対に死ねないコースでやられることができましたっていうタイトルをつけることができるもんね。来た。なんかごめんね、あこれ当たることができないんだな。まあこのトゲゾウとアウトゲメと赤メとも当たることはできないでしょう。いやこれなんかいけそうじゃない、このトゲ。いやいけないのか。悔しい。いやこれジャンプしてなんかちょうどいいタイミングの、いや無理か、ちょうどいいところにさ落ちたら当たることができそうなんだけど、一旦走っていってみる、勢いつけたらいけますみたいな。うわ早い。まあこれもねやられないっていうことは分かってる。これは上隠しブロックあるで、ここは下まあ無理だよな、パワーブロックが邪魔してるから。何やってんのお前。あ、これ下からいけない、あーダメか、ここバーがあるわ。いやたまにはさこういうコースするのもめちゃめちゃ面白いよね。でこのノコノコとかもカロンもダメなんでしょう、きっとこれはダメなのはさっき分かった。多分ね四角の枠の中とかにも何も入ってないと思う。ごめんね今ちょっと噛みそうになった。そしてこれはまあやられないよなっていうことはもうやられる要素のところない。なんか最速が16秒だったからもう終わりっていう感じだと思うんだけど、うわ絶対無理だこれ、よく作られてるね。これで最後にしようと思ったんだけどむしゃくしゃした気持ちだったね。なんかちょっとしこりがある感じになってない。まあいいか、どうもご視聴ありがとうございました。